汚染物質を拡散しない、これがもう環境問題の原則であります。もう拡散しない。ところが今回はですね、東北から大量の瓦礫を持ってきて、それが本当に広域処理してなきゃならんかどうかというのは非常に疑問なんですよね。こんだけの金をかけてなぜ現地でちゃんとすることができなかったか、これも政府の問題、日本政府の問題だと思います。そういう提言も何度もさせてもらいました。そういう意味で大阪がなぜこれを受け入れて焼却を今しているかということに非常に疑問を持っています。でしかもこのストロンチウムとプルトニウムはそれぞれベータ線とアルファ線ですので、普通のカウンターでは外貨カウンターでは検出できません。でそういうものも隠れたものとして存在するわけです。でそれはまた体内に取り込まれたら特別な組織へ蓄積されて病気を発症するということも知られています。ですから低線量の放射能であれですね、これを拡散させるということは、先ほど石田先生もおっしゃられましたように、これはやってはならない、これは国際的な合意事項でもあるわけです。これは明らかに我々の健康にすぐではなくてもですね、将来にわたって及ぼす危険性がある。そしたらそれが起きた時に誰が責任を取るのか。で環境省は取らないって言っています。そうすると実際それをやった大阪府なり大阪市の長がですね、それは責任を取らないといけない、それだけの覚悟があるのか。ところが全国全部同じくらいにですね汚染されたとしたら、結局それは分からない原因でもって起きたということになるわけです。そうすると国もですね、あるいは東電も原因、そういうのを保証するしなくてもよろしいということになるですね、ことを目的として拡散をさせていると。でこれを裏付けるですね証言が2つあります。それから慣れてないところにも慣れさせようというですね、おしゃれなですね、そういうなんか背景はなんか意図があるのかなということを思いましたね。なんでその放射原発の悪い影響ね、放射の汚染影響を受けるようなところがなんで瓦礫で手を挙げるのかなと不思議でしたね。だからなんかやっぱり裏があるんじゃないかと私は思ってた。だから結局被害を受けた人間は救われないままになるだけやと。そういう時に我々がこう環境汚染の問題とかで考えるのはやっぱり予防原則なんですよね。だから危険なことはやらないようにするという、これはね予防原則をやってなかった、きっちり持った施策をやっていかんとダメやろうと。